みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はこちらのファンというお店で買ってきた福袋を開けていきたいと思います。イエイ。ということで今回はですね、はい、もうお正月ということで福袋を買ってまいりました。はい、まあね、今回ね、あまりね、あの洋服の福袋を買うっていうあれはなかったんですけど、はい、まあお店に行った時にたまたま通った時にか、正確に言うと、うん、だね、売ってたので、ちょっとね、見てたらね、良さそうだったので買ってみました。でね、アウターが2点入ってる。そう、全身コーデできるみたいな。そう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 、なんか全身コーデができますと、お店の人にね、説明して、お店の人に誘われたの説明してもらって、そう、説明してくれたんだよね。うん、はい、全部で7点だっけ。なんか7点の方だったんだよね、うん、もうね、5点と7点があって、5点のね、うん、ちょっとね、2000円ぐらい、うんうんうん、約ね、安い方が売り切れてて、そうですね、もううちらね、もう夕方ちょこっとね、お店がふらっといった感じなので、そうなの、だから、はい、もう全然残ってなくて、ね、人気のお店のは、人気っていうか知名度があるお店のは、うんうん、ほぼもなくて、はい、まあでも、あともう予約制とかのお店もいっぱいあって、ですからね、今の時代、ね、もう今の時代予約だから全然なってなくて、そうそうそう、年内にしっかりとね、欲しいものはゲットしとかないと。そうですね、でもうちは別にそこまでね、そこまでしてないので、毎年、まあ、ふらーっとお店に行った時に、うん、あ、これいいじゃん、うん、ってあるじゃんっていうのをちょこちょこっといつもね、はい、買ってくる感じです。はい、たらーん、すごいいっぱい積もってますね、こんな感じで。早速紹介していきますね。はい、まず一つ目がこちら、開けてみますね、何かわからない、鮮やかな茶色だね、パーカーですね、パーカーじゃない、おー、パーカーじゃない、あ、かわいい、好きそうだね、こんな感じのね、うん、パーカーになっております。ちょっとなんか横がちょっとゆったりめな。ね、ちょっとね。ね、すごい横がすごいでかい気がする。だよね。ね、すごいゆったり着るのかな。この辺がダボーっとなる感じなのかもね。ね。うん。そうか。まずね。なんか画面越しじゃなんか見えないけど、ポケットついてます。あー。画面越し。見えなかった？見えなくない？あ、見えるか。わかりづらいかもしれない。見えますね。こんな感じ、ポケットが出てます。次行きますね。はい、次。あ、トータルコーディネートって言ってた。あー。今思い出した。続いて、こちらです。あ、スカートっぽいですね。あ、かわいい、チェック。かわいい。確かに、さっきのスカートと。あ、そう、このトータルコーディネートだ。さっきのトップスとね。こんな感じで。おー、かわいい。スカートです、今回。え、かわいくね？かわいいね。え、かわいい、こんな感じのスカートでございます、うん、はい、全身コーディネートできるかな、これで。できるわ、あ、できるわ、ね、色的にできるわ。続いて、こちら、お、お、花柄、花柄、へえ、なんだろう、スカートかな、え、トップスじゃないぞ、みたいなスカートだね、確かにトップスじゃない、スカートこれあー、動物でした。だよね。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいいじゃん。え、かわいくね。かわいくない？え、かわいい。それ後ろだね。そう、逆。うん、そうそう、そっちが前。こうでした。そうそうそう。あ、かわいいじゃん。あ、かわいいよ。え、かわいいよね。いいじゃん、いいじゃん。これ全然着れるやつじゃない？ね、全然着れるわ。え、今のところ当たりじゃね？当たりじゃね？今のところは。超当たり引いちゃったじゃん、私。ね。わかんない、でもまだあるから。続いては、お、アウター来た？来た、アウター、へえ、あ、なんかシンプルじゃん、色、え、やば、かわいいじゃん、え、かわいいんじゃない、もしかしてグレーじゃん、グレーかわいいよね、かわいいよね、え、グレーかわいい、まあ、あ、いいじゃん、あ、いいじゃん、いや、すごい、9999円の値札がついてるやばい、やばい、これだけでやばくない？これで9999円やば、あ、ちなみにこのね、福袋は6000円かな、5910円だったよね、うん、あ、え、大人っぽいね、5000円台だった気がする、
こんな感じです。よくない？大人っぽい。大人っぽいね。いいじゃん、これから。なんかこれからいいかも、うん、いいかも。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、この色好きよ。後でね、着れたら着てみましょう。まだ入ってる？ポシュレット。何これ、これお肉かな、お肉かな。お肉なわけないでしょ。ポーチだね。あ、これどう見ても肉に見える。肉、どんだけ食いしん坊なの。なんか焼肉屋にあるポーチみたいな。なんでちょっと高級チックなポーチだね。肉だよね。なんで肉なのよ。ポーチで入ってた。どう見てもお肉に見えちゃうんだけど。でもポーチ入ってるって言ってたね。あの、かわいいじゃん。お店の人。いいじゃん。いいじゃん、でもしっかりして。あ、すごい。肉つなが出てきた。すごい。で、もう一個はないかな。待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。まだ入ってるの？すごい。出てきたよ。これで最後。え、やばくない？すごいね、4個も入ってる。やばい、すごい。やばくない、これ。やばいですね。まさか4個は思わないね。3つぐらいならわかるけど。これいくらの値札ついてる？1990円。へえ、1990円のやつだ。かわいい、かわいい。いいじゃん。でもいいじゃん、これはなんか大人っぽい。しーちゃんいらないならママ使うわ。お肉餃子。餃子じゃない。すぐ食べ物なんだ。なんかすごい焦げてない。焦げてない、こういうデザインなの。まだ入ってるよね。続いてもいきますね。はい、続いてはこちらです。じゃん、なんだ。あ、トップス。スカート。トップスでしょ、どう見ても。なんですぐスカート。もうちゃんと見てる。ほら、大丈夫。トップスでした。おー、かわいい。っていうか、すごいシンプルだね。ね、ね、下着にもなりそう、今の時期。あ、今の時期下に着て、上になんか着れば絶対防寒にもなるし、かわいい。え、使えるね、全然。これもね、全然、うん、全然いいね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。もう最後ぐらいかな。という、あとまたアウター来ました。そう、アウターが2個ついてるって言ってたね。あ、今回こういう系だったね。なんかね、もこもこのやつもね、あの見本であったんですよ。色的に可愛くない？可愛い、しーちゃんに似合う。まあ全体的に大人っぽい感じで、でも持ってないものの方がいいよね。自分で買いそうなものより。おー、かわいい。あ、ファーついてるよ、ここのポケットに。大人っぽいね、やっぱり。こんな感じで。あ、でもいいんじゃない？見えないですか？ちょっと大人っぽい感じ。こんな感じで。うん。胸ポケットにファーがついてる。うんうんうん。え、かわいいじゃん、色的にも。かわいいね。うん。まあ自分じゃあんま買わないような、まあ大人っぽいけどね、全体的に。しほちゃんはまだ小学生なのでね。そうですね。はい、これで終わり。はい、はい、以上でございます。はい、じゃあなんか着てみよっか。いいよ。どれ着てみる？このスカート履きたい。このスカート、このスカート履きたい。じゃあ必然的に茶色かな。パンカーかな。これ着ます。うん、着てみる？着てみましょうか。はい、じゃあチェンジしてきます。着てきます。今日もね、パーカーにスカートなの、うん、ね、パーカーにスカートコーデ好きだよね。そうなの。うん、なんかさ、そのさ、ブラウスのペラペラの下にこの黒い T シャツみたいなやつ、トップス着てもさ、あー、いいかも。そうだよね、重ね着でね。オッケーよ。じゃあ消しときます。なんか前と後ろの長さが違くて、長さが違くて、あ、ごめんなさい。はい、顔超可愛いです。可愛い、可愛い。自分じゃ選ばない色だしね。茶色ってそんな色がないって、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、超いいと思います。好きそう。好きね。可愛くない？可愛い、可愛い、ぴったりだね。で、フードがちょっと邪魔だね。やばいよね。ちょっとフードが合わないね。
ことに。あ、でもこっちの方がなんか、あ、これかわいいよ。マジ？うん。あ、これ似合うね。ほら、すっきり。え、大人っぽくて可愛くないこれ。かわいい。あ、もう落ちた。もう落ちた。これ大人っぽくて可愛くない？私そのなんか鏡じゃないので、うん。こんなあんま見えない。はずが。見えないんですけど。かわいいね。うん。鏡見てきたら。見てこよう。ちょっとパーカーが邪魔で襟がちょっと待って、あ、かわいいじゃん。え、めっちゃかわいいよね。あ、かわいい。これいいじゃん、細く見えるっていうかスラッと見えるし、スラッぴったり細身だから。で、これいいじゃん、これかわいい。ママにあげる。ピンクよりかわいい。ママにあげないか。ママ着れない。これちょっとさ、合計金額足してみよっか。やばいよ、ね、いいね、やってみよう。だってコット1着9999円だから。うお、やばい。いくら？35,957円です。わー、得ない？やば、3000円得。3000円じゃないでしょ。3万円だよ。安いと思っちゃった今。3万円そうだね、ほぼ約3万円お得ですね。これはやばくない？3万円もお得だよ。やばいね、得。すごすごすみません、3万でした。それだ。じゃあついでに1個、これ同じお店でね、あの福袋とは別に買ったもので、599円出てました。はい。あ、違う、それはね、999円。あ、そうだっけ。あれ、3級が999円だっけ。なんかめっちゃ安かった。3級言うてると390円って値札はちょっとじゃあ見ます。こちらのあのちょっとガーリーめなんですけど、そう、こちらのスカート、ね、今流行ってるこのレザー調のね、はい、茶色なんだよね、うん、今回はね。そうなの。レボンがちょっとついててめっちゃ可愛いんですけど、値段ついてる、あれ、これ599円って値段ついてないけど、うん、割引されましたよね。こんな感じで、あ、そうです、そうです、3990円なんですけど、コーナーがあって、そう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 、これ今 50% 引きオフって書いてあるんですけど、さらに安くなってて、ね、999円で買いました。はい、はい、安いですね。もうめっちゃ安いです。やば、やばいね、かわいいよね、かわいいよね、これ、これ、うん、ということでね、ファンというお店もめちゃめちゃね、はい、おすすめです。はい、はい、それではバイバイ。バイバイ。